ってきました。今日はここ浮羽駅から散歩してみたいと思います。行ってみましょう。続いてるのあそこですよ。目指す神社のような浮羽といえばあの鳥居の神社だね。すごいな、すがすがしい陽気だな。豪華がありますよ浮羽駅。さあそんな浮羽駅から行きます。豪華の神社でございます。鳥居が繋がっているという神社、結構山の上ですね。こちらから日が出てきましたね。出てきました。いや結構登ってますからね。足に来ますよ、じわじわ。なかなか、いやーそっちの上だな。結構稲荷神社近くに車でも行きます。ピーって書いてあるからこの先に駐車場あるのかな。来ました、入り口までやってまいりました。入り口です。ちょっと電気ついてますよ。いやーめちゃめちゃ急階段だな。これは大変だぞ。行きますか。これは結構来るぞ足に。じゃあ行きましょう。いやこれは結構足に来ますね。一台一台何があるんでしょうか。鳥居をくぐって登った先にきっと何かがあるんだ。その何かを求めて歩き続ける。鳥さんありがとう。鳥さんが応援してくれてます。一歩が重いです。一歩一歩歩いております。よいしょよいしょ。まだまだ続きます。
きます。一歩一歩踏みしめて神へ近づくために一歩一歩行きます。駐車場ここにあるんだ。いやすげえ、こんなに上がってきた。駐車場ありますね。ここに登らなくても一歩越えるってことでしょう。すごい上だな。もう死ぬのかかるなら自動のおみくじがありますね。自販機おみくじ。ご主人本当はスーパーマーケットさん、サンピートクリアの気配にある神社、地域の人を建てた神社ですね。これね、ということで今日は浮羽駅から散歩しました。この鳥居の連なる稲荷参拝できました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。